Aus den Vereinigten Staaten von Amerika, representing the United States of America, Stephen Carrier. アメリカのステファン・キャリエルです。今シーズンは負けなしです。出場したジュニアのグランプリシリーズ優勝しましたし、グランプリファイナルでも優勝しました。全米選手権は昨年ジュニアで優勝して、今年シニアの大会に出場して9位という成績を取っています。ジャンプの後の流れが悪かったですね。もう少し早く振り上げていて後ろへ滑っていけるとよかったんじゃないですか。ちょっとマイナス1ぐらいはついてしまうかなと思いますね。ここからは音楽がピンクパンサーに変わりまして、襟を立ててピンクを見せてるんですね。背が高すぎるかもしれない。もう少し低く回ってもらった方がいいんじゃないでしょうかね。さあ、今日はステップスイカンスですね。もう少し状態を使われたら、もっとやっていきましょうね。アメリカの17歳、2年連続の出場、ステファン・キャリエルでした。ステファン・キャリエル。コネクティングステップからのフリップ、トリプルフリップの、はい、あとステッピングアウトしたのがちょっと痛いでしょうね。でもやはりとても速いスピンがものすごく速い回転速度の速いスピンですし、それから飛べてる、例えばこのダブルアクセル何かはすごく姿勢がいいですし、美しいジャンプですよね、はい、これは2つ目がちょっと悪かったんですよね。1つ目はとっても高いトリプルルッツだったんですけども、2つ目だけがちょっと折り方が悪かったのでマイナスになってしまうでしょうけども、やはり1つ目が素晴らしいの飛んでるので、さほど、はい、減点ではないです。そうですよね、全体見てるんですよね。はい、特にはないみたいですけども、はい、はい、でも、まあ、別に見苦しい形ではないですし、いいんじゃないでしょうか。でも、ただ最後のこのスピン、これをごめんなさい、スットスピンの足換えですね。これはもうちょっと低い方がいいんじゃないか、ちょっと立ってるような感じがしちゃいましたね。もう相対的に回転速度の速いスピンの持ち主ですね、はい。このステップは下はとっても上手に使えて、エッジワークもないと思いました、
昨年はこの大会4位という成績でした。Ich darf jetzt die Wertungen des Scores for Stephen Carrier from the United States of America. Die Punkte für die technischen Elemente 30,46. Die Programmkomponenten 27,26. Das ist eine Punktzahl von 750,71 Punkten. That is a total second score of 57.71 points, and he's currently in second place. ここまで滑った中での第2位でした。